3月12日です。アスパラガスと春菊が大きくなったので収穫してみたいと思います。これがアスパラガスで花が咲いてます。もうそろそろ収穫してもいい感じです。こちら側が春菊になります。春菊も結構大きく成長してます。これから収穫してみたいと思います。収穫したアスパラガスです。ちょうど食べ頃の大きさになってます。こちらが収穫した春菊です。春菊も取ってみると結構大きくて立派なもんです。これで今晩は春野菜を楽しむことができると思います。